カスティエモンは、フランス奥下に地域圏ピレネーオリアンタル圏ペルピニャンにある要塞。ショーカスティエ部分などが残る1824年のハンガレコンキスタによって、ペルピニャンを含むルシオン地方を征服したアラゴン王、ハイメイ世イは、ルシオンやバレアレス諸島を合わせて、マヨルカ王国を建国し、ペルピニャンとパルマデマヨルカを首都とした。城郭都市ペルピニャンの城門として、 アラゴン連合王国時代の1368年にカスティエモンの建設が開始された。ペルピニャンの街は完全に城壁で囲まれる予定であり、現在でもカスティエモン以外の遺構も残っている。カスティエモンよりやや早く、1324年にはペルピニャン大聖堂の建設も始まっている。百五十一年からのナバーラ内戦後にはペルピニャンを含むルシオン地方が、 アラゴン連合国からフランスをルイ11世に譲渡された。ルイ11世の時代にはドームを持つタレットやテラスが追加されている。2番目の門であるノートルダム門もこの時期に追加されている。17世紀と18世紀には牢獄として使用された。1889年にはフランスの文化遺産保護制度において歴史的記念物に指定された。現在は 建物内に郷土史や民族史を専門とするカーサパイラル博物館が入っている。アイカスティエ、ショーカスティエ、多角形の要塞の3つの部分からなっており、ダイカスティエと呼ばれる建物の主要部分はレンガと大理石で築かれている。アイカスティエの幅は31メートル、ショーカスティエの幅は8メートルだった。 従眼を備えた壁の高さは20メートルであり、タレットの最上部は29.2メートルである。壁の厚みは1階部分が3.5メートル、2階部分が2.8メートル、3階部分が1.6メートルである。建物内の中央部には直径2.77メートルの螺旋階段がある。20世紀初頭に要塞部分は破壊されたが、大カスティエ、小カスティエは解体されずに残っている。 頂上までに142段の階段がある、カスティエモン周辺のパノラマ写真、ありがとうございます。